澤田さんのパートはじゃあ。そう、澤田さんパートでちょっと今関わってた人がいなくて、すごいざっくりとした話になるんですけど、予測的認知の実世界応用に向けてという研究テーマでやっていく、いきます。概要なんですけど、ここら辺ちょっとメモのとこをコピペしたんですけど、背景として、この前しりとり実験をしたんですよね。でその時に声優さんがイエス、バット、ノーのミニドラのラベルをつけて話してくださいということをしたところ、それが実際にそう聞こえるのかっていうところを実験しました、軽く。でその実験結果が、これが人が感じたイエス、バット、ノーのラベルで、正解ラベルがこういう感じになってて、中がそう合ってるかどうかですね。イエスと感じたとこはなかなか精度がいいんですけど、バット、ノーは結構ばらつきがあって、認識が難しい。で全体的な正解率は 51% で、これで本当にいいのかっていうとこが背景で、ドララっていう非言語を人がどのように感じるか、ポジティブかネガティブかっていうとこをまず検証していこうっていうことが目的で行っています。昨日実験、澤田さんが一生懸命実験していただいたんですけど、Google ホームで実験をしていて、で、結果が自分権限がなくて見れなくてそう見せたかったんですけど、今後どんどんアップしていくんで期待していてください。じゃあ以上でリサーチ班終わります。